きげんよう、美術部です。私たちは水、木、金、土、日の週5日間、そして日曜日は在校生、OG の先輩、顧問の先生で結成された多面体という活動をしています。クラブプレゼンテーションでは映像作品や実際に舞台に立って身体表現をし、新入生や学園の方々に美術部を知ってもらえるような発表をしています。昨年度の暁祭から去年のクラブプレゼンテーションにかけて壁面の制作を行いました。美術部では年に3回公募展に作品を出品しています。顧問の先生や OG の先輩方、在校生同士でアドバイスをし合いながら制作に取り組んでいます。全日本学生美術展では2年連続賞をいただくことができました。学校の体験イベントでは私たち生徒が過ごしている学園生活のスタイルを身近に感じ体験していただけるイベントとなっています。昨年は様々な画材や手を使用して自由に描いたりデッサンをしました。学園にとって大切な暁祭では総合デザインを任せていただき、ポスター、パンフレット、チケットのデザインのほかに校内装飾なども行っています。多面体では春に顧問の先生、在校生、OG の先輩方と展覧会を開いています。今年の春休みに4年ぶりに展覧会を開催することができました。せーの、美術室で待ってます。